これより森の大食漢ドスジャグラスのクエストを開始します。ドスジャグラスは黄色と緑の縞を持ち、獲物を丸飲みする大食漢です。それではドスジャグラスを探し出し、時間内に狩猟してください。
生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。麻痺してしまったようですね。ここはしびれが取れるのを待ちましょう。届かない弱点部位も狙い撃ちです。Thank you.
ストクリアおめでとうございます。